はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で結構前の話になるんですけど、こんなコメントがあったんですよね。僕がですね金魚にやられるところを見てみたいですっていうコメントがあったんですよ。まあそのコメントにお答えしたいなと思いまして、トロールコースをね結構探してったらさ、この金魚がサムネのコースがあったんですよ。いやこれベストじゃないと思って、多分ねこのコースねめちゃくちゃ金魚出てくると思うんですよ。なんつったってさ金魚だもん金魚だもんってちょっと言い方あれだね、サムネが金魚だもん。だから多分ね金魚とかめちゃくちゃ降ってくるんじゃないかな。 Go Fasty。 まあ速攻パックンが現れたんですぐドア入りましょう。でここさ、いやちょっと待ってくださいよ。じゃあここ鉄球来るからすぐジャンプしよう。なんかさここキングブリングさんのさコースとめっちゃ似てない？なんか作り方がねめちゃくちゃ似てるんですよね。はい、いやここはキノコが出てく、いやファイヤートロそれじゃあこのオンオフを叩いてフラワー取ります。ここ、この辺、オッケー。でパックン倒して氷も溶かします。ここで一回チビになるのかな。これ上叩いてみる、何があるんだろう。いややっぱコインだよねまあまあコインはね、なんか以前コインコインコインとかでめちゃくちゃうるさかった記憶があるんですけど僕。じゃあここ左、そしてダッシュしていこっか。なんか来ると思う。オッケー。いやオンオフを変えたままでよかったのかな。あれ、えここ今の場面じゃない。じゃあここの土管入るでしょ。ここの土管入って鉄球来るんだよね。これジャンプしてよけよっか。ナイスタイミング。でさっきとちょっと違うんだよなここ。うわどうしよう。オンオフ取って左に行ってみるね。今度左行きます。うまい、うますぎ、読みましたじゃあここはもう一回オンオフしてすぐジャンプ。今右なんかいたね。多分ボム兵で僕をやっつける気だったんだろうね。引っかからないよ。でここはここ上行ったら閉じ込められると思うんでね、ドアに入りましょう。絶対上行けないと思う。じゃあここは左行こう。飛び捨てかけて多分右だね。絶対左の中間ポイント罠だよ。なんで右行きます。きたこっちで正解じゃねえ左罠なんじゃないんか。あれ、あ、やられない。え、なんこれ、そこでお前か。それじゃあここまで戻ってきたんですけど、多分左に行けば中間ポイント取れるはず。ナイス普通に取れたし。あ、またここ、いや待ってよ、いやと言いつつも中間ポイントからだからね、まあ、全然悔しくないんですよじゃあここは右行こう。右行ってここさ、さっきとまた同じ場面じゃんね。何回もこの同じ場面を繰り返しながらやっていく感じかな。じゃあここは今度右行こう。さっき左だったんで右行って、なんかツタが見えるでしょパックンの後ろ、あれに捕まろそれじゃあここオンオフしてその場に待機しておきます。アイテムが出てくる。どこに出てきた。うわそうきた。これはね読めないね、絶対に読めないこのコース。じゃあここオンオフして左で、ここでキノコ取ります。あっ違うんだって、これは右。じゃあこれはこの辺、いやそうだね、ギリギリで取っておかなきゃいけないね。でこのまんま右に行けると、そしてパックに当たっていいね、当たってこのまんま無敵状態のまま右行くでしょ。そんでオンオフで上、うわー危ねーいや全然危なくないかこれ。あれ積んでる。それじゃあここオンオフして何もしないでよ、こうオンしないで何もしない、そしてまたオンオフして上に行く。分かってんだよもう。もう読めた、もう一回も引っかからない。あぶねえ見た、あっ、え左何これ、え今のボム兵何だったんだろうね。じゃあこのままもう一回右行こう。次こそこのパックンのあれを避けます。逃げ、いや左ダメだ、ここ本当に読めない。それじゃあ次はここに追っておこうか。ここに追っておいてキノコ取るでしょ。でもう一回オンオフのところに行こう。そんで次はオンオフして、何危ねえごめんよコメントくれた方、金魚でやってしまったわ。僕はもうねやる方なんだよね、やられる方じゃなくて。ま
待って、これ右、あ、いや大丈夫、こっちでいい。え、違うの、あれ、あ、待って、今上になんかヒントあったね。うわ、見えんかった、見えんかったけどちょっと見えたんだよね。なんかさっきと違うやんか。いや今度マジでさっきと違うね。ここでブンブン振ってきたでしょ。ほらほらほら、マジでさっきと違う。うわ、そうきた、制作者また変えてきやがったか。じゃあここは左に行ったらオッケー。いや待って、右、間に合え間に合え。それじゃあここはオンオフしてすぐ右に行こう。はい、オッケー。でここでもオンオフして上に行く。うわ危な、今日本当に金魚にやられんね。あのコメントのねリクエスト通りね、金魚にやられたいとは思ってるんですよ。でも金魚にやられなくて、え、これ何これ、え、下に行くよ。あ、なんかゴール、もしかして。うわ、まだこの感じ、何、危ねえいや今の衣装やじはまずかったね。で今度は、今度は左、今度こそ左、ん、あ、左にカロンが出てきた。これ出てきた瞬間に履いておかなきゃいけないみたいな感じかな。そんじゃここオンオフした瞬間に左行ってカロン取る。はい、来ました。でここで右に行ってカロンをねなくしてってもいいんだけど、ここヒップドロップして抜けると思う。はい、多分これが正解だね。次で、ね、きっとカロンいると思うんだよね。あら、あ、違う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 んだって。オンオフしよう。はい、でもう一回、な、え、なんか出てきた今、あれ、いやこのカロン潰されたのはちょっとまずかったんじゃない。もう一回行くよ、左に。絶対次カロンいると思う。ほら見てー絶対いると思った。でオンオフのところにいたらまずいんで、すぐ左行こう。あ、これも違った。あ、いや、いいのかいいのか。でこのまま左行って、で次でカロンで上に行けるでしょ。はい、来た。こう、そろそろゴールがあるんじゃない。いや、それか中間ポイント。いや、なんか違うっぽい。何今の、待って、見えなかったえ、いや、いや、これ多分なんかさっきと違うパターン。絶対そう、絶対なんかとさっきと違うパターン。行くよ、見てて。さっきと一緒やんかー。いや待って、こっから違うかもしんない。なんかね、パックンは見えたんですよね。パックンのなんかが違うっていうのは見えて、この先でしょ、この先のパックンがなんかあれヒントになってると思うんだよね。あれか、パックン倒さないけん感じかな、もしかして。じゃあ倒してみようか。はい、これで何かが変わってるのかな。ゴールやんかええ、すごい、いやすごいね、このコース。ツタと一緒になってる。あのね、今のコースで終わろうと思ったんですよ。でもね、まあ、こういうコメントもあったんですよ。一発マリオを一発でクリアしてくださいっていう。いや結構前の動画ではね、一発で本当にたまたまクリアできたことがね何回かはあるんですけど、この 0.57% のこのブラパ演舞曲っていうのかな、このカバタンが作った一発マリオ、これを一発でクリアしたらすごくない。これ今回ってるでしょ、これを避けていく、これやったらワンチャンあるよ。下からじゃダメだね、絶対にいけない。上からジャンプしないと無理。これマジで一発でいくよ。ちょっと待ってね。それじゃあいきます。いや無理でしょ、罰多すぎやろ。最速クリアがね1秒なんだよね。1秒だから始めてすぐねダッシュしていけると思うんだよね。ダッシュしてしゃがみかな、ここ、いや違うね、ダッシュしてジャンプだね。ダッシュしてジャンプでどっかからくぐり抜けれるはず。わかった、わかりました。ジャンプ2回するパターン、これいくよ。ほい、違う、多分左下から右上に行くパターンだね。それを始めた瞬間にすればいけるはず。ちょっと見ててね。ほら来たいや来た、いやこれは難しいよ。何回かやり直したんですけどね、いやクリアできてよかったなと思います。それじゃあね、話変わるんですけど、学生さんのねテストが終わったみたいな、結構聞くんですよコメントで。そんな方たちに僕は一言言いたい。お疲れさ。この動画が良ければグッドボタン、
そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。